ソフォスソフォスはコンピュータセキュリティのソフトウェア及びハードウェアを開発、提供するベンダーである通信エンドポイント、暗号化、ネットワークセキュリティ、電子メールセキュリティ、モバイルセキュリティ、統合脅威管理製品を提供する。主に法人向けにセキュリティを提供することに注力しているソフォスラボは 同社の脅威解析センターのグローバルネットワークである。ソフォスの一般ユーザー向けのブログ、ネイキッドセキュリティは多くの受賞歴がある。アンジュウイルス業界におけるソフォスの主な競合他社は、エバスト、アベグ、ビラ、エセット、カイセキュア、G、データ、キャスパースキー、マカフィ、ー、パンダセキュリティ、シマンテック、トレンドミクロ、ウェブルートなどである。ソフォスは、 ヤンラスカおよびピーター・ラマーにより設立されたコンピュータソフトウェアおよびハードウェアを扱うイギリスの民間企業である。本社所在地はイギリス、アビンドン、オーストラリア、オーストリア、カナダ、ドバイ、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、インド、日本、オランダ、ポーランド、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイスに子会社がある。ソフトウェア開発と 脅威分析センターは、アビンドン、アフマダーバード、ブタペスト、シドニー、バンクーバーに配置されている。これらのソフスラブスはすべて、脅威及びマルウェアの解析センターとして稼働している。加えて、アビンドンでは、アンチウイルス及びアトムが開発され、ブタペストでは、アンドロイド、ファイアウォール、スパム対策、URL 関連、クラウド技術のいずれかと、使用。 バックエンドシステムが開発され、リンツでは暗号技術が開発されている。従業員は2000名を超える企業へと成長し、現在はヨーロッパを基盤とする最大規模のコンピュータセキュリティ会社である。顧客企業は150カ国以上、10万社を超え、ユーザーは1億人に上る。1980年代にヤン・ラスカとピーター・ラマーにより設立され、 最初のアンチウイルス製品と暗号化製品の開発と提供を開始。1980年代後半から1990年代になる頃はイギリスにおいて多数のユーザー向けの暗号化ツールなど広範なセキュリティ技術の開発、販売を主に手掛けた。1990年代後半にはアンチウイルス技術の開発と販売に全力を注ぎ、 世界的な販売戦略に乗り出した。その一方で、子会社の事業もいくつか開始し、チャンネルパートナーに特化した販売戦略を進めた。1990年代後半から2000年代前半にかけて、一連のデータセキュリティ及び保護ツール及びリモートデバイス管理ツールをソフォス製品に加えた。1997年、日本国内で、 ソフォースアンチウイルスの販売開始。2000年10月、ソフォース株式会社設立。2006年、ピーター・ジェンズとスティーブ・マンフォードがそれぞれソフォースの会長と CEO に任命。創業者のヤン・ラスカとピーター・ラマーは取締役会のメンバーを継続した。2010年、ソフォースの株式の過半数がエイパックス社に売られる。同年、ミクロ。 フォーカスインターナショナル社でグループ CFO を務めていたニック・ブレイがソフホスの CFO に任命された。2011年、ドクユーティマッコ政府はやエジー社がシリアなどの政府向けに販売しているパートナーにデータ監視及び追跡ソフトウェアを供給していると非難された。ソフホスは謝罪の声明を出し、問題となっているパートナーとの取引を停止し、 徹底的な調査を開始したことを発表した。2012年、ハンガリーのウイルス対策ベンダー、バイラスバスター社の廃業後に残された事業を買収。バイラスバスター社の開発者とマルウェアアナリストは、全員、ハンガリーのブダペストに設立された新しいラボで、ソフォスに加わった。2012年、カレルコーポレーションの CEO であった、クリス・ハガマが、 ソフホスの CEO に任命され、会社の取締役会に加わった。それまで CEO であったスティーブ・マンフォードは、取締役会の非常勤会長に就任した。2000年代には、統合脅威管理製品も幅広く手がけた。2014年、モハビネットワークス社を買収し、クラウド管理及びアプライアンスベースのセキュリティソリューションを強化した。 2003年9月から2006年2月まで動的なプログラミング言語のプログラミングツールを開発する米アクティブステイト社の親会社となった2006年2月にはバンクーバーを基盤とする投資会社ペンダーファイナンシャル社に売られ米アクティブステイトは独立企業になった2007年米国オハイオ州を拠点としてセキュリティポリシーコンプライアンス及び ネットアクセスコントロール製品を開発、販売していた、ベインドフォス社を買収。2008年7月、ドクユーティマッコセイフマやエージー社を買収する意思がある、ことを発表。2009年7月、ドクユーティマッコセイフマやエージー社の統合を完了。2010年5月、プライベートエクイティ投資会社の AAPACS、パートナーズに、ソフォスの株式の過半数を販売することで、 最終合意に達した。2011年5月、ネットワークセキュリティソリューションの株式、非公開プロバイダーであるアストロ社の買収合意に達したことを発表。2012年4月、モバイル管理ソリューションの株式、非公開プロバイダーであるドクダイアラックス社を買収。2014年2月、ネットワークセキュリティ製品の大手グローバルプロバイダーであるベイサイボローム。 テクノロジーズ社を買収したことを発表。2014年10月、クラウドベースの大手セキュリティベンダーである米モハビネットワークス社を買収。ソフォースラボは、オックスフォード、アーメダバード、バンクーバー、シドニー、ブダペストに配置され、脅威解析者が24時間365日体制で、ウイルスや迷惑メールの解析、悪意あるプログラムをホストしている。 ウェブサイト調査などを行っている。そこで解析されたマルウェアの解析情報や悪やるプログラムをホストしているサトやフィッシングなど悪質なサイトの URL はすぐにクラウド上のデータベースで共有されソフォースライブプロテクションを利用しているユーザーの環境で怪しい動作をするプログラムなどを見つけると瞬時にチェックし最新の脅威から保護できる。また、 ソフォースラボは1年ごとに最新の脅威傾向をソフォースセキュリティ脅威レポートとて公開する。ソフォースラボが1年ごとに発行するセキュリティ脅威レポートをソフォースが提供している無償ツールはホームページよりダウンロードできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。